Merhaba Leyuha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün This is Reiko'nun 3. bölümünü izliyoruz. Dilerseniz geçelim bakalım. Daha fazla Reiko veya BMS hakkında bilgi istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Hay, 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 hay. Kendi 自分らしく入れなかったら結局誰かの真似になっちゃうから、真似していくだけなら世界なんて取らなくていいから、だから、うん、もっと自分のこと知りたいなって思ってます。うん、いろんなこう新しいことに挑戦したり、こう前やってたことにもう一回戻ってみたりとか、時間をかけて、うん、いろんな経験してもっと考えて、うん、いけば定まっていくんじゃないかなって思ってますね。僕があくまでも見たいものっていうのは、そういった意味でザ・ファーストの時みたいにクオリティとかクリエイティビティっていうものを見たいわけではなく、今回見たいのはグループのメンバーになった時にどういう輝き方をするのかっていうのが一つ、うん、なので、そこが個々人に見ることになると思います。でもう一個は、あの集団で物を作っていくときにどういうふうに進められるかっていうことの方が大事だと思うので、やっていく中でこうお互いがお互いをリスペクトし合っているかとか、リスペクトされているかとか、そういうのはなんかすごく気にして、見ますので。ライクでしょうだけ、そう、ライクでしょうしか言わない。ライクでしょう、これが愛でしょう、いいもの作ろうね。今100を出すぞって気持ちで音楽聴いて、ファッサッサッってやってみよう。じゃあ、I wanna be a fantasy、 この恋この恋のせいにすればいい。Fantasy、 I'll be a fantasy、 Wow、モチベーションをこう保つのにはやっぱみんなのことを一番に考えて練習してました。悲しい。グループって子が何人もいるんですけど、そうだね。浮く浮かないとか、こう自分を出してグループがいいものになるようにしない。こう体調不良で休まないといけないことがあったり、練習に行けなくなったことが増えて、それがこう1回の練習、2回の練習、3回の練習休んだとかで重なっていくたびに、あの自分が自分につける重りがだんだんもっと重くなってしまって、あのなんだろう、自分はこう繊細すぎる人だからかもしれないんですけど、こう勝手に自分で重りつけたんですけど、なんかこの重りで足りてるかなとか、なんかみんなに、みんなランと生徒と海龍くんもそうですし、ケアしてくださった咲子さんとか日高さんに、なんだろう、うん、逆にその頑張りを見せるより、うん、こう俺こんだけ自分を盛りつけてるんですを見せることが、なんか勝手に自分の中でそれが優勢になってしまって、うん、でだんだんこうもっともっと重りをつける作業、いやもっともっと自分に重りつけて、あの誰からももらってないこうプレッシャーを自分に上げて、こんだけプレッシャー感じさせて重り持ってれば、
あのなんだろう自分、うん、許されるというかなんかこれで自分のやってることがプラマイゼロになるみたいな、うん、気持ちになったんですけど、うん、そこからやっぱ何回も行けなくなるとこう会社のみんなも心配してくるようになるので、うん、一回みんなで話し合ったんですけど、ここを今やってることから一旦離れることが一番なんじゃないかなっていう話になったんです。うん、で自分は離れたいわけじゃなかったんですけど、うんうん、自分が一緒にいることでかけてる迷惑とかこれからかけるかもしれない迷惑は見えていたから、うん、なんかじゃあ一回距離を置きます、うん、っていう話になって僕もそれで賛成して、うん、まあなんとかなっちゃえばなんとかなるだろうっていう気持ちがずっとあるのはすごい複雑なんだけど、多分ほぼ確実にこのままデビューしてしまったら2年以内に活動が難しくなってしまうと思ったんですね。正直な話で言ったら1回デビューしてしまって途中で脱退してもいいじゃないかっていう気持ちもすごいあったんだけど、それはそのではその1年とか2年で一緒にやってきた他の方々の気持ちはどうなるのかとか、最初からそういうのがよぎっている状態でプロジェクトをこれ以上進めていくのはメンバーやスタッフ、レイコ含むメンバーやスタッフに不誠実であると思いましたし、なのでレイコに一回今や進んでいるプロジェクトでのデビューを考えないでもいいんだよという話をお伝えして、今このままこのミッションミッションというプロジェクトで一緒にやっていくのはやめた方がいいんじゃないかというかやめるべきだと思うという話をお伝えして、本人もそれが良いと思うと言ってくれたので、ミッションミッションのレイコの離脱が決定したという形です、ね、わあ、やばい。わあThe voice. Wow. フェスの帰りがすごいなんか楽しかったです。行こう。なんだっけな、打ち上げした時だな。翔太くんに呼ばれて。翔太くんと飯高さんが、あのレイコ、今レイコ、I'm always support you レイコ、こうゲッ、してこうやるといいですよねって今話してるんだよってなって教えてくれて、うん、こうやって二人で話してる時にコア君が来たんですけど、うん、あの時に翔太くんが俺の肩を持って聞いて聞いてって、レイコがソロアーティストになるんだよって言って、
あすごい嬉しくて、あっこからこれ絶対マジでもう何も負けないって、yes. 自分で決めて、ナイス、倒れることはあるかもしれないけど俺絶対にもう何があっても俺もうこれ負けねえわって思って、うん、これ負けねえわって思って、Yes. Wow. 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 What a voice, bro. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Reyko hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Kendinize bakın, görüşürüz.